どうもこんにちは、迷彩ウルフということでね、今回は、この前買った自衛隊拳銃にね、ラインヤードと、ホルスター買ったんで、ちょっと入れてね、動画をね、撮りたいと思います。これ結構なかなかいい感じじゃないですか。普通にかっけえ。いいね。はい。で、ホルスターなんですけど、樹脂製のやつと迷ったんですけど、樹脂製のやつはね、拳銃のね、このスライドのとこに傷がいっちゃうんで、それがちょっと嫌やなと思って、ナイロン製のね、やつを買いました。はい。値段がですね、こういう、なんか、ペラペラの、ナイロンのやつと違って、結構がっしりめの、ナイロンのやつなんで、ちょっとね、値段の方が、高かったですね。3300円の、やつを。買いました。はい。これ税込みですね。元は2900円で。まあ、3000円ちょっとのやつをね、買いました。はい。では早速ね、ちょっと腰の方につけて、取っていきましょうか。はい。腰につけると、まあ、こんな感じですね。おぉ。めっちゃいい感じ。はい。いいっすね。かっけえ。